佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。女優でタレント活動もしております、私佐藤美久がここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日11月23日はですね、なんと事務所の先輩佐々木千明さんのお誕生日です。おめでとうございます。でですね、佐々木千明さんとの、エピソードをですね、ご紹介させていただきたいなというふうに思うんですけれども、あるちょっと地方の、撮影のロケがありまして、でちょっと泊まりがけの撮影だったんですけれども、一緒の部屋で、過ごさせていただきまして、で、すごく千秋さんってお酒がすごく好きでして、でこうお酒を飲みながら、私の、なんていうんですかね、お話をずっと聞いてくださって、で千秋さんも自分のお話をですね、私にお話ししてくださって、すごく嬉しかったなっていうふうに思いましたし、こう私家族の中では長女なんですけれども、なんかこうお姉さんができたなっていうふうに感じた日だったなっていうふうに思いましたね。それは本当に今でも覚えてます。本当に千秋さんいつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。でですね、私自身の誕生日の思い出のエピソードなんですけれども、今年の誕生日にですね、事務所の、後輩そして千秋さんもですね、私の誕生日ですねをですね祝ってくださいまして、後輩の、小林誠也くんがですね、すごくハンドメイドがすごく得意で、で私こうワイヤレスのイヤホンをいつも持ってるんですけれども、そのワイヤレスのイヤホンのコードが絡まないような、こうハートの形をしたレザーというか革の、こうハートの形したレザー革の、こうくるくるこうコードを巻く、ものをですねハンドメイドでいただきまして、それはもう私もずっと使っておりまして、すごくもう使いやすいですし、いつも持ち歩いてます。はい、小林君本当にありがとうございます。はい、ではですね、このあたりで改めまして、私佐藤美久の自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいておりまして、主な活動としては地上波のドラマのエキストラなどとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、最近のトピックスとしては22世紀偶話という短編映画に主演として出演させていただきました。また毎月第1、第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいておりますので、こちらもアルカディア号のホームページのチェックお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーは、今日は何の日。さてこのコーナーは番組オープニングでも申し上げました通り、佐々木千秋さんのお誕生日ではあるんですが、世界的にまだ日本の中でも何の日かということについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。さて11月23日は皆さんもよくご存知だとは思いますが、勤労感謝の日です。この勤労感謝の日とは、戦前の、11月23日は新嘗祭、新嘗祭といい、農作物の恵みを感じる日でした。日々の労働に対して農作物という形のあるものが目に見えて返ってくることが少ない現代で、勤労の目的を再認識するという日という、再認識する日という意味が込められていたそうです。一方戦後、勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日として1948年に法律で定められたのが、我々が知る勤労感謝の日だそうです。ちなみにこの11月23日は勤労感謝の日であるとともに、他の記念日でもあることを少しご紹介させていただきます。まず一つ目がですね、手袋の日。日本手袋工業組合が1981年、昭和56年に制定。これ
これから手袋が必要になる季節に向けて、祝日の勤労感謝の日を記念日にしたそうです。そして2つ目がですね、外食の日、日本フードサービス協会 JEF が1984年昭和59年に制定。いつも家事で忙しい母親の労をねぎらおうと勤労感謝の日を記念日としたそうです。そして3つ目がですね、ゲームの日、全日本アミューズメント施設営業者協会連合会、日本アミューズメントマシン工業協会、日本 SC 遊園協会が制定。仕事や勉強の尊さをはっきり自覚しながら、ゆとりある遊びとしてのゲームを楽しみ、ゲームと生活との調和が感じられる日であるとして、勤労感謝の日を記念日としたそうです。続いてがですね、ハートケアの日、ハートケア情報委員会が制定。勤労感謝の日にちなみ、勤労の基本となる体の核である心臓に関心を持ってもらおうと制定されたそうです。そして続いてがですね、珍味の日、全国珍味商工業協同組合連合会が制定。この日に皇居や伊勢神宮などで行われる新嘗祭で3回の珍味が備えられることと、11月23日いいつまみの語呂合わせだそうです。そして続いてがですね、牡蠣の日、全国漁業協同組合連合会全漁連が2003年平成15年6月に制定。勤労感謝の日に栄養豊富な牡蠣を食べて勤労の疲れを癒してもらおうと、この日を記念日としたそうです。そして続いてがですね、小ネギ記念日、福岡、大分、佐賀、高知、宮城各県の、JA 全農研本部が作る小ネギ主産研協議会が制定。勤労感謝の日がねぎらいの日に通ずることから、ねぎらいを漢字でネギに来ると書いてネギライと読む語呂合わせだそうです。続いてがですね、お赤飯の日、お赤飯の、日制定委員会が2010年に制定。新嘗祭の日を記念日としたそうです。そして続いてがですね、 J リーグの日、日本プロサッカーリーグ J リーグが1993年に制定。1992年のこの日、 J リーグ初の公式戦ナビスコカップ決勝が東京の国立競技場で行われたそうです。他にもですね、あんこうの日であったり、いいふみの日など本当にたくさんあってびっくりしました。いかがだったでしょうか？ご存知なものはありましたでしょうか？私もですね、今度千秋さんに会ったら、千秋さんの誕生日って珍味の日って知ってましたって聞いてみたいと思います。以上、今日は何の日のコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は先般皆さんに、惜しまれながらお亡くなりになられたキキキリンさんがご出演された日日これ後日という作品についてお話しさせていただきたいと思います。この作品タイトル日日これ後日とは、単純に訳しますと、どんな日でも毎日は新鮮で最高にいい日だという意味なんですが、それはあまりにも単純で間違いではないにせよ、そもそもこの言葉は中国孔時代の雲門文苑禅師の言葉として一般には知られており、本質的な意味を理解する有名なエピソードをご紹介させていただきますと、雲門禅師はある日大勢の弟子たちに向かって、15日以前のことはさておき、これからの15日以降の心境を一言で述べなさいと尋ねられました。それに対し弟子たちは誰もすぐに返答ができずにいると、雲門禅師は自ら即座に日々これ後日と答えられました。この言葉を文字通りに解釈すれば、毎日が
平安で無事の日であるという意味ですが、単に毎日が良い日であるのでは根本的な解釈にはなりません。雲門禅師はなぜ日々これ口実と言ったのかというと、多くの人は今日も一日良い日でありますようにと願い、無事を願う。しかし現実はその願い通りにはいかないで、雨の日や風の日があるように、さまざまな問題が起き、悩まされることばかりかもしれない。しかしどんな雨風があろうとも、日々に起きるいいことや悪い出来事があっても、この一日は二度とない日であり、かけがえのないひとときであり、一日である。この一日を全身全霊で生きることができれば、まさに日々これ口実いい日となる。つまり口実いい日というのは、願って得られるものではなく、待って叶えられるものでもない、自らの生き方に日々毎日口実いい日を見出せなければならない。自らの待つタイミングなどには来ないし、ただ座って待つのではなく、主体的に時を作り、充実した良き一日一日として、生きていくところに、この言葉の真意がある。言い換えるなら、疑問を抱き、その心を解く、ところにこの言葉の教えがあり、真意があるのだそうです。こういったこの言葉の本当の意味をまず皆さんにお伝えした上で、映画情報についてご紹介させていただきます。エッセイスト、森下典子さんが約25年にわたり、通った、茶道教室での日々を、綴り、人気を集めたエッセイ、日々これ口実、お茶が教えてくれた15の幸せを、黒木春さん主演、キキキリンさん、多部未華子さんの共演で映画化。本当にやりたいことを見つけられず、大学生活を送っていた二十歳の典子は、ただ者ではないと噂の武田のおばさんが、茶道教室の先生であることを、聞かされる。母からお茶を習うことを勧められた典子は気のない返事をしていたが、お茶を習うことに乗り気になっていた。いとこ美智子に誘われるがまま、流されるように茶道教室に通い出す。見たことも聞いたこともない決まり事だらけのお茶の世界に触れた典子は、それから二十数年にわたり武田先生のもとに習うこととなり、就職、失恋、大切な人の死などを経験し、お茶や人生における大事なことに気がついていくというストーリーです。そして主人公の典子役を黒木華さん、いとこの美智子役を多部未華子さんがそれぞれ演じ、本作公開前に他界されたキキキリンさんが武田先生役を演じていらっしゃいます。監督はですね、さよなら渓谷、まほろ駅前多田便利軒などの、大森達志さんです。はい、でですね、説明してまいりましたけれども、こうポスターとかこう初めて見た時は結構こうほのぼのとした映画なのかなというふうに思ってたんですけれども、いざ拝見させていただいて、いやもう全然もう本当に面白くって、もう感動も悲しみもあるんですけれども、もう本当にこうキキキリンさんの独特な間というかが、すごくこうなんて言うんですかね、面白いというのを書き立たせてくれる感じがあって、本当に見ていて楽しかったです。でキキキリンさんお茶の先生なんですけれども、こう、黒木華さん演じる、典子と、多部未華子さんが演じる美智子がですね、初めて茶道教室に来るんですけれども、もう何もわからない状態で、来て、最初はこうキキキリンさんね、演じる、武田のおばさんがですね、すごい最初は優しいんですよ。あらー、ありがとう、来てくれてみたいな感じで、すごく優しいんですけれども、いざお茶の、こう勉強ってなると、スイッチが入るのか、すごくスパルタなんですよ。もう一つ一つが結構こうこの映画を見ていて、お茶って奥が深いなっていう風に感じましたし、こう一
個一個の動作がすごくこう神経をこう集中させなきゃいけないんだなというふうに感じられて、こうお二人がこうまだこう慣れない感じでやってる時のこのキキリンさんのツッコミがものすごく面白いです。こうお笑いのこう芸人さんとのこの、面白さではなくて、キキリンさん の, 独特なこの言い回し、こう笑いに持っていき方、多分これも自然な笑いの持っていき方だと思うんですけれども、ものすごく面白かったです、本当に。で私の隣で友達でもないんですけれども、他のお客さんが見ていて大爆笑してました。はい、声を上げて大爆笑しておりまして、私もそれにつられて笑ってしまいました。はい、でこの、のりっこと、みちこがですね、こうお茶の教室に通い出してこう日が経っていくんですけれども、こう新しい生徒さんが入ってくるんですね。でその新しい生徒さんがまたこれまたすごいインパクト強い方々で、こうやっぱ難しいんですよ、お着物を着ながらこうお茶を立てるっていうのがすごく難しいみたいで、それのまたハプニングとかキリンさんの表情であったりとか、面白いところがばっかりで、本当に楽しい映画だなというふうに見させていただきました。でまあ、これまたね食べ物の話になっちゃいますけれども、こうお茶の、茶道教室って茶道っていうのはこうお茶菓子が最初に出てくるんですけれども、そのお茶菓子がまたこうなんていうんですかね、宝石のようなこう和菓子たちがこう一個の器の中に何個か入ってるんですけれども、本当にこう一つ一つこう食べるのがもったいないなっていうぐらい本当にキラキラしていて、あこういうの食べてみたいなっていうふうにすごく思いました。こう和菓子がまた食べたくなってしまいましたね、この映画を見て。はい、で本当に茶道の、奥の深さっていうのをまた全然私も茶道っていうものに触れたことがなかったので、こんなにも繊細なんだなっていうふうに改めて思いましたし、この映画を見て茶道教室通ってみようっていう方が増えるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんか全然想像していた以上に茶道に興味がある人ってたくさんいるんだろうなっていうふうに思いましたね。はい、でこの、まあ、最初 の, 言いました日々これ口実のね、まあ、意味みたいなのをですねお話しさせていただきましたけれども、この作品のタイトルは日日これ口実というタイトルになってまして、結構これもまた深い意味が あるんだなっていうふうに思いまして、そもそものこの言葉がこう中国であったりとか、こう映画の中で私もこれ初めてこう何て言うんですかね、今日も一日良い日でありますようにではなくって、その一日がいいことあっても悪いことあっても尊いんだよっていう風にですね、すごく感じられる作品でもありましたので、ぜひぜひ皆さんもですね、日日これ後日ぜひご覧いただけたらなと思います。そしてですね、キキキリンさんに、一度でもいいからお会いすることができればなっていうふうに非常に思いました。はい、なのでぜひ皆さんこの映画をですね見ていただいて、こう何か思うことをですね持っていただけたらなっていうふうに思います。はい、ぜひお近くの劇場でご覧いただければと思います。以上、片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、何度もエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画、ドラマの出演情報等に関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見、ご質問、ご感想など、お便りですね、お送りいただきますようお願いいたします。ただ送り先が各番組とも今月から変わっておりますのでご注意ください。では新しい送り先をお伝えいたします。メールアドレス、英語の小文字で info@plus.com
info@vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。